ものもらいによく効く自然療法。ものもらいは、まぶたにできる腫れ、汗腺や皮脂腺に炎症が起こった結果です。まつ毛の生え際にできるものもらいは、自然に消える場合もありますが、多くの場合、なかなか感知しにくいものです。ものもらいの原因は、そのタイプによっていろいろですが、まぶたの皮脂腺が詰まってしまい、そこに細菌が繁殖する場合が多いようです。見た感じは普通のニキビに似ていますが、痛かったり痒かったり、目がゴロゴロしたりして、とっても不快な上、見栄えも良くありませんよね。ものもらいの主な原因の一つは、不衛生。汚れた手で目を触ったり、アイメイク道具やメガネが汚れていたり。これが原因の場合は、黄色ブドウ球菌による感染症の可能性が高いです。でも、時には、この小さな炎症は、以下の病気の症状として現れることがあります。貧血、糖尿病、ホルモン異常、アレルギー。甲状腺の問題、慢性の目の炎症。ものもらいは、一般的に数日から1から2週間で自然に治りますが、こじらすと厄介です。今回は、ものもらいの治療に役立ち、炎症を抑え、不快な症状を和らげてくれる自然療法をいくつかご紹介します。温湿布。温湿布は、患部の炎症を抑えるのに役立ちます。お湯につけて固く絞った清潔なタオルなどを使って患部を温めます。最大の効果を上げるには、1日に数回繰り返しましょう。目がかゆくてたまらない時は、冷湿布が役立ちますが、患部を温めることで、詰まった皮脂腺の通りを良くして、感知を早めます。カモミール。カモミールには、抗炎症成分と心身をすっきりさせる成分が含まれていますから、腫れを抑え、かゆみを和らげるのに役立ちます。カップ1杯の熱湯にカモミールの花を小さじ2、3杯加え、冷めてから清潔な布を使って患部に塗りましょう。じゃがいも。じゃがいもの切り口から出る汁は、ものもらいの治療にとっても役立ちます。じゃがいもをスライスして、冷蔵庫に入れます。冷えてから腫れたまぶたに乗せておくと、炎症が軽減します。アロエベラ。アロエベラの絞り汁には抗菌成分が含まれていますから、黄色ブドウ球菌を抑え、治癒を早めることが可能です。この癒し効果を利用するためには、まずアロエベラの葉茎から透明のジェルを取り出します。これにコットンを浸して、ものもらいに直接塗りましょう。不断層。不断層、チャードを使って、ものもらいの治癒を早めるとともに、炎症に伴う痛みかゆみを和らげることが可能です。不断層の葉1枚を鍋で湯がき、湯がき汁をこしてから、冷まします。冷めたら、
閉じた目に当てて10分間そのままにしておきます。これを1日に3回繰り返しましょう。人参。温かい人参は物もらいを治療し、不快な症状を緩和するのに大変役立ちます。水1リットルを沸騰させ、人参のスライスを数個加えます。20分間煮て柔らかくなったら、やけどしないくらいまで冷ましてから、閉じた目に乗せて10分間そのままにしておきましょう。要注意。どんなことがあっても、ニキビのように物もらいを潰してはなりません。感染症が根全体に広がる恐れがあるからです。自然に収まるのを待つのが一番です。物もらいは人にうつる可能性がありますから、タオル、メイク、道具、目薬など、細菌を媒介すると思われるものをシェアしないようにしましょう。ペーパータオルを使い、炎症をひどくする製品、アイメイクなどを避けることをお勧めします。もし症状が悪化したり、数日経っても治らない場合は、かかりつけの医師に相談してください。